寝れない部屋のラジオ第86話35歳パグラジオ。お疲れマンデー、寝れない部屋のラジオでございます。現在の収録日時9月30日月曜日夜の9時18分でございます。先ほど X の方で、今日配信遅れますごめんなさいとポストをさせていただきました。はい、22時遅れてしまい、あ、遠いマイクごめんなさいね。めっちゃ疲れた今日本当に。あ、そうだ、あといきなりなんかあれだけどさ、私さラジオで笑いすぎらしいねだからちょっと今回は今日の回は抑えようと思ってちょっと頑張るわ。ハードボイルドコピティウスでお送りします今日。やめて、目の前でおちゃらけないで本当に説明できないことしないで説明できない、パンツ下ろしたやめて。なのでちょっとあのね、おしとやかな私でお送りできたらなと思ってます。まあ確かにね、あの、まあ、聞き直してるんだよ自分のラジオね。あとそう、先週はね総務くんのラジオにもゲスト出演していて、でそ、まあ、ゲストっつうか代打パーソナリティなんですよ。うん、でそれでめちゃくちゃ喋ってるんだけど、でもう一人ゲストで迫田萌実ちゃん、萌実が来てくれて二人でトークしたりとかしててめっちゃ笑ってんのよなんか確かにって思って、それ聞いて、うん、笑いすぎかもしれないと思ってちょっと控えるわ、うん、なので、ちょうどね涼しくなってきたし、そういう私生活は抑えなくていいよだってうん、まあそうね、笑ってくれた方がいいもんね、うん、ということで、そう涼しくなってきましたね。9月30日最終日だって。9月、もう10月だよ明日から。もう今年終わるじゃん、本当にやばいよ、カウントダウンだよ。はい、あとはあれだね、まあ、10月はハロウィンですね。ハロウィン特に普段何もしないけれども秋めいてまいりました。前回の放送は海からお送りしましたけれども、大洗のね海岸に行きましたよ。行って茨城です。茨城の大洗行ったらさ、風がさめちゃくちゃ強くて、もう前回のぜひ聞いてない人聞いてほしいんですけど、最初だけでももう音割れの音割れパレードって本当に、でもうこれは無理だってなって、途中から車の中で最後まで喋るっていうね、そういうラジオになってます。でまあすごいその後ね、はぁみたいな感じでちゃんと海を眺めて黄昏てすごい風だねっつって、しかも寒かったし、行くかって編集するかって、でその編集してすぐね割とアップしないと間に合わない感じだったので、うん、でその録音した後ですね、その後の話ですけど、私たちラブホに行ったんですよここは笑っちゃうね、ここは笑っちゃうよ何これ。そう、ラブホといってもね、あれなのよ、アハンウフンしてないのよ。そう古いよって言われた。そう、ね、本来の使い方をしてないんですね。なんで言ったかっていうとですね、まあその編集作業するためにWi-Fi 環境が整っている場所かつ喫煙できる場所どこだろうな、どこだろうなって探したら、ラブホが一番いいんじゃないってなって、しかも川島さんねこの日寝てなかったんですよね。
だから仮眠も取れるし最高じゃないかって言い出し、あーはいって言ってあーはいって言ってで、まあ行って、その着いたラブホがね、もう地方感あふれる、あの車ごとに部屋が分かれてるっていうの、なんていうのあれ、なんかね、もう車庫があるの、部屋一個一個に。でそこに止めて、で2階に上がるみたいな感じなんだけど、そうだね、車で来る前提だね。確かに、まあ歩いてこないよな。その本当になんか国道沿いというか、そういう大きい道路沿いみたいなところにあったりとかするからね、地方のホテルって。でそれで入ったら、なんか摩訶不思議なあのデザインの部屋で、写真撮ればよかったな。あ、ゲームつかない。え、だってゲームやるって言ってなかったじゃん今日。だからイヤホンが充電されてないから、それまでゲーム。ああ、そう、今日このね、収録中何しようかなってさっき川島さんが話してて、 TikTok の編集頑張ってしようかなって言ってたら、イヤポッツの充電がなかったから今諦めてゲームしようとしたけど、ゲームも繋がらなかったけど繋がったらしい。あっちゃこっちゃ行っちゃって話が。で そこで作業して、で川島さんは一睡もしてなかったから、1時間ぐらい仮眠取って、で私もこう劇団のやつで作るものがあったから、あのサムネとかね、二重とかね、なんかそういういろいろ準備をして、あとあのスケジュールね、あのみんなの劇団員の毎週のスケジュールの画像を作ったりとかし、ね、して過ごし、で川島さんが起きてラジオをちゃんと編集できてアップできて、じゃあもう出なきゃってなって、一刻も早く出たいと私は思っていてなんかこう川島さんが寝てる最中にさ、めちゃくちゃラップ音したのよ。怖くて、え、こんな鳴ると思って、絶対いるってことじゃんっていうぐらい、経験したことないぐらいでかい音でさ、もう帰りたかったのね。で帰り方どうするんだろうねみたいな。フロントがすごい離れてるから、てか別館みたいなところにあって、フロントが、で特に帰り方の説明もなく、電話が置いてあったので、電話すればいいんじゃないかなって言って、昔ながらのなんか電話をね、フロントをポチって押してかけたらさ、あのどうやって出ればいいですかって言ったら、あの目の前にある筒に料金を入れていただけますかみたいな。はぁと思って、ポッて見た、目の前にあるのよ、筒がね。私初めてだったんだけど、そこに入れて、でしばらくすると1分ぐらいすると、その筒がシュンって上に空気圧でなくなって、でそのままそれがフロントに行くのよ。すごくない？そう、あの私全然本当には全く知らなかったんだけど、川島さんは知ってて、あの芸人さんとかがよく喋ってるらしい、イニシエのホテルにあると言われている仕組み そう、見たことなかったんだって。これなんだみたいなね、なったよね。いやおもろかった。でも本当にシュポンってなくなって、でお釣りが発生する金額だったのよ、入れたのが。お釣りも戻ってきて、そこで100円で、その戻ってくる時のが激しかったバンSE やってくれた今、バン、そうバンってきて、うわーってなって、あのさ、ラップ音これじゃねって言われて、川島さんに確かにってなった。それで、で納得して怖くなくなったんだけど、てかめでたしめでたしだったんだけど、本当になんか小さい時に電話ってどうなってるんだろうって思った時の仕組み伝わる？これ電話ってこれどういう仕組みなんだろう、あれ、あの電線に一個ずつ音が入って、でその友達の家に届くのかなって思ってたんだけど、それだったわ本当にすごかった。もうあれはね、これ撮らなきゃと思って録画したからね、あれ、うん、でその後に帰ったわけじゃなくて、
そう予定があって、その、まあ、そもそもそのなんで茨城に行ったかっていうと、ロッキンね、ひたちなかでやってた最終日だったんですよ。で私たちはめちゃくちゃ応募したわけ、それ行きたくて、サザンの夏フェス最後の出演っていう、もうみんな知ってると思うんだけど、これはでもどうしても行きたくて、もう何時応募も何回も何回もしたし、リセールもしたし、当たんなかったのよ。そう悲しかった、夏終わったって思った、その時に。でなんで行ったかっていうと、一面の二人がね見てたのよ、それを。あいつら当選してたわけよ。それを帰りね送ってあげようっていう川島さんの心意気、何優しすぎない？自分行けなかったのにさ、まあ、この海の会があったから行くっていうのもあったのかな、どうだろう、わかんないけど、あ送るからね、車代を出してくれるから行くかみたいな、まあ、運転するの好きだしつって、もうその私たちはもろもろやること終えた後に一面にとね合流して、でつけ麺を食べて、そのつけ麺屋さん、ひたちなかのその会場からちょっと近い場だったっていうのもあるんだけど、すごい混んでて、勝田駅の近く、そうで、でも川島さんが見つけてくれて、で評価も良かったから、もうここにするしかないってみんななってそこに並んでたんだけど、ご飯、あ、そう我慢してくれてたね、ご飯ね、2人がね、あもう予想されてんじゃん、一緒にご飯食べようって言われると思って、そして絶対ラーメンだろうなって思ってただろうね、きっと、うん、でもう案の定ラーメンを4人で食べたんですけど、そこのつけ麺屋さんがなんか石焼きのつけ麺で、初めてだった、それも本当に何ビビンバで使うような石焼きの器の中につけ麺の汁が入ってて、もうグツグツの状態で運ばれてきて、だからそれを食べるんだけど、めっちゃ熱いからさ、もう冷めずに最後まで食べれて、すごく美味しかったですね。で味が何種類かあって、私は魚介にしたんだけど、川島さんがカレー味にしてて、めっちゃ美味しかったね。ちょっともらったけど、カレーが正解だった、あれは半端じゃなかった。もうカレーほんと良かった。しかもトッピングにチーズしてて、もう最高じゃんって思った。あのお店近くに欲しかったな、家の、多分唯一無二かな、わかんないけど、あんま見たことないし、だから勝田に行かないと食べれないだよね。そうっていうつけ麺を食べ、まあ帰ってきたんですね、その日は。で結果ですね、1時間仮眠しただけの川島さんがずっと運転してたんですけど、走行距離が340キロ。これは伝わるんだろうか、運転してる人は嘘でしょってなってるのかな、すごいねってなってるのかな。なんか後から調べたら名古屋までの距離と同じらしい、うん、だから名古屋行った後言っても過言ではないこの日。やばいね、よく頑張ったね。でも楽しかったね、なんだかんだね。海はちょっと残念だったんですけど、うん、あとメールねくださった方々ありがとうございました。住所書いてくれた方には今週中には送ろうと思ってますので、ステッカーなどなどちょっとお待ちください。でですね、その締め切り、メールの締め切りがこの日9月23日の12時だったの、正午だったんだけど、その締め切り後にメール送ってきてくれた人がいて、おいもうちょっと早く送ってくれよと思ったけど、でもせっかくなんでちょっとここで読ませていただこうかな。なんかそう12時だからね、ちょっとお昼だしね、みんなあれだったのかな、忙しいよね、3連休の最終日だし。はい、いきます。ラジオネームはないです。はい、
遅くなってしまい申し訳ございません。もし間に合えば。いや間に合わなかったです、すいません。今年の夏は5年ぶりに温泉に入ったことが思い出です。コロナ禍になったり出産したりでなかなか温泉は行けずでしたが、鴨川に旅行に行って温泉かっこもしかしたら大浴場で普通のお風呂だったかもですが、とりあえず大きなお風呂に入れたことが嬉しかったです。朝早めに起きて入るお風呂温泉最高でした。あと久々の経験で言うと映画館に3年ぶりに行けたことも夏の思い出です。子供を連れてアンパンマンを見ました。子供はアンパンマンが出てくるとほぼ応援上演並みにテンションぶち上げで見ていました。私はラスト感動で泣きました。子供は少し引いてましたね。長く感じた暑い夏ですが、少し秋を感じると嬉しい反面短かったかもなと思います。これからもラジオ楽しみにしてます、というメールをいただきました。ありがとうございます。お察しかもしれませんが、私の友達が送ってくれました。そう、この子はですね、あの前日に会ってたのよ、このラジオの収録のね。で、あのラジオ聞いてるよって会った時に一発目に言ってきてくれて、嘘でしょって思って、その聞いてると思ってなかったから。っていうのも、あのお子さんがねまだちっちゃいの、3歳とかで、だからその聞く好きとかあんまないんじゃないかなって思ってたから、すごい嬉しくて、で実は明日海行くんよっつって、すごいねってなって、でそういえばメールを募集してるよね、送るよ私って言ってくれてて、えありがとうってなってたんだけど、会えなく締め切り後に送って来られましたので、まああれです、あの番組ステッカーは今回は送れません、はい、ルールなんで、ごめんねごめんね本当に。でもありがとう、そう朝子供がいるね、思い出すけどさ、自分の親とかもお母さんとかさ朝風呂行ってたよね。わかるようになったね、そういう気持ちがね。うーん、朝風呂最高だよね。あとちっちゃい子ってめっちゃアンパンマン好きだよね。うちの姪っ子もアンパンマンラブだから、なんでどこで覚えてくるんだろうねっていう話をこのこともしたんですけど、もうほぼほぼアンパンマン好きだからね、お子さんは。自分はあんまあのアンパンマンにはまらなかったタイプなんですよ。でも川島さんどうでした、覚えてます？覚えてない。私セーラームーンだったね、もう物心ついた時からセーラームーンだったね。うん、そんなわけで、海の会のお話でした。で昨日は劇団、え嘘やばい、20分喋ってる。あ、ちなみに川島さんがやってるゲームはあのゼルダの最新作なんだっけ、借り物、知恵の借り物っていう、あのゼルダがなんと主人公のゼルダです。すごい可愛いんです、可愛いし、カメラ操作ないタイプの、コピちゃんもできるんじゃないのって言われてるタイプのやつなんですけど、見てると見るからに難しそう。やっぱりゼルダってさ、もう謎解きじゃん。それあるし、あとなんかいろいろアイテムをこうね覚えては出すみたいな、面白そうなんだけどね。私もうできないと思うな、でもこれ。ちょっとだけやらせてもらった。そう、最初だけね、ほんの触りだけやった。うん。で、おやってます川島さんは。はい、話戻しますよ。ちょっとオープニング長いね、今日ね。昨日は劇団初となる生配信を行いました。見てくださった方ありがとうございます。めっちゃ疲れました。はい、あ、先にメールいつちょっとご紹介したいものがございますので読ませていただきます。愛知県こげまるさん、コピテウスさん、川島さん、玉木さん、ソームさん、こんにちは。本日の生配信ラジオは仕事中で見ることができません。今はトイレの中でメールをしています。初めての劇団員勢ぞろいなのにとてもとても残念です。何をするのか楽しみなんですが、アーカイブ残りますか？ハプニングも期待しつつ、そして頑張れ Wi-Fi
という温かいメールをいただきました。はい、そうなんですよ。なんかうちの寝れない部屋でやったんですけど、スタジオでやったんですけど、 Wi-Fi 環境だったりとか、まあいろいろそういう生配信ってねあるんですよ、問題がね。だからそういうのがうまくできるかな、どうだろうな、初めてだしっていうので、もしかしたら切れちゃうかもしれませんっていう前提でやったんですけど、割といったね、割とうまくいった。うん、なんか2回ほど切れたんだよね確か、最初と最後。最後は切れてはない。あ、そうかそうだ切れたのも原因 Wi-Fi じゃなかったみたいで、うん、データ量みたいなことなのかな、よくわからないんだけど、そう難しいのよ生配信で。最後の最後は充電が切れちゃったんだよね、スマホの、うん、スマホから撮影して配信してたので。でそれもさ、でも最初1時間ちょいかなっていうね感じでやってたんだけど、蓋開けたら2時間やってたそりゃ電池切れるよ、うん、でも1時間50分ぐらい持つんだねってことを学んだので、うん、面白い、楽しかった、楽しかったですよ。でアーカイブも残りました、こげまるさん、なのでぜひ見てください。他のね、リアルタイムで見れないなって思ってくれていた方もですね、アーカイブしっかり残ってますし、映像も綺麗だったし、3人の素がね見える、そして川島さんも喋るし横切るしいろんなことが起こりました。なのでちょっと長いので2時間ぐらいあるので、ぜひぜひ合間合間見てもらえたら嬉しいなと思います。うん、楽しかった企画もあるので、最初ダベってで企画2個3個かやったので、ぜひ必見でございますのでご覧ください。はい、では番組の説明です。この番組は東京で演劇をやってる劇団寝れない部屋がお送りする DIY 型ラジオ番組です。今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしているコピティウスと申します。劇団ということでメンバーが4人いるんですが、この番組は私の一人喋りでお送りしております。なお収録してるのは都内某阿佐ヶ谷にある寝れない部屋スタジオです。ということで今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。では本日の1曲目に参りましょう。この前川島さんと、そう、海行ってるあれかな、途中かな、なんか寝れない部屋のねテーマソングをずっと流してる時間があって、迎えに行ってる時か、でその時にめっちゃかっこいいなって全部思ったんだけどなんでこれ発売してないんですかとかね言いつつ楽しいドライブをしたんですけど、その時に聞いて、まあ、私が歌ってるからちょっと恥ずかしくなっちゃうっていう気持ちがね今まであったんだけど、こう改めてちょっと車の中で大きい音で聞くと最高じゃないかと思って今回曲を選ばせていただきました。それではお聴きください。寝れない部屋で桜見えずとも。
送りした曲は寝れない部屋で桜メイズ友でした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。ラジオを始めたい、でも何からやればいいの？そんな時は寝れない部屋スタジオにお任せ。見た目は 1DK の一般的なマンションだけど、ハイクオリティな録音と編集をお届け。台本と音楽の制作もお任せあれ。寝れない部屋スタジオ、詳しくはご存知の知り合いまで。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピティースがお送りしています。お送りしていますこんにちは、パグです。今コピティースさんの隣にいます。僕はぬいぐるみです。パグちゃんうるさいよ、ごめんなさい、静かにしてます。35歳の何？年は関係ないですよ。いきますよ、フリートーク。今日のサムネはパグちゃんにしますね。さっき話した生配信の準備だったり、まあ、連休があって平日短かったりして、話すトピックスがなくて、今週ただ話したい話をしようかなって思って今日だから別に最近の話はではないんだけど、しかもオチとかもそんなないんだけどいつもか、オチないのは。うん、で、10年ぐらい前の話をします。10年ぐらい前におばあちゃんが亡くなったんですよ、私のね。で、母方のおばあちゃんなんだけど、で、その1週間前に父方のおばあちゃんが亡くなってんのよ。すみません、すごくない？ 1 週間ごとになんかおばあちゃんいなくなっちゃうっていうことがあったのね。で、なんでこんな話をするかっていうと、先に言うけど、この前ラジオでもちょっと話したけど、おじさんの親戚のね、おじさんのお葬式があったから思い出したのね。で、その時にお母さんと話したりして、そんなことあったねみたいなトークをしたから、あ、なんかこれ喋りたいなと思って話すんだけど、母方のおばあちゃんの話をします。母方のおばあちゃんは、まあキヌバーって呼びましょう。キヌバーは、私物心ついた幼稚園の時とか、小さい頃ね、しょっちゅううちに遊びに来てたので、何かというとお菓子をくれて、で、めちゃくちゃたくさん、しかもくれるんだけど毎回。あとお菓子だけじゃなくてスルメとか、そういうなんかおつまみ系のなんか子供でも食べが好きなやつみたいなのとかもくれたり、あとデパートに連れて行ってくれてカラスミを買ってくれたり。不思議だよね。で、それでカラスミの味を覚えちゃうんだけど、私は。で、大人になってからさ、カラスミってこんな高かったんだってなって、全然最近食べれてないんですけど、そういうおばあちゃんだったんですよ。で、だけどその頃からそのキヌバーはちょっと腎臓の調子が悪くて人工透析をしてたのね。で、徐々にやっぱり弱くなってきちゃって、体がね、やっぱり年も重ねるし、で、小学校中学年くらいに私がなる頃にはもう家には来なくなってて、こっちから会いに行く、夏休みとかっていう感じになってて、で、そのお菓子くれるだけならいいんですけど、そのキヌバーがですね、もともとヒステリックなタイプで、なんて言うんだろう、気が強いというか、もうおじいちゃんともよく喧嘩するし、で、その当時
一緒に住んでたそのお母さんの妹ともめっちゃ喧嘩するしみたいな感じで、で、まあ、その病気のこともあってイライラがもっと加速しちゃって、だから夏休みとか泊まりに行った時とか結構なんだろうな、痛い、体が痛いっていうのもあって、すごい叫んでたりしたわけ、おばあちゃんが。で、怖いじゃん、子供だし私。でもなんか常に怒ってる人みたいな、まあ、別にこっちに向かってなんか言われるとかはないんだけど、なんかされたとかじゃないんだけど、もう、あ、またなんか叫んでるおばあちゃんって思うっていう感じ、うん、で、もう本当に嵐のような気性の荒さをだったらしくて、昔からお母さんの話だとね。で、なんだけど、まあ、それもあってなのか、気が強いからなのか、うん、まあ、どんどんあの歩けなくなったりとかもしてた、いたんだけど、体引きずる感じでもうちゃんと自分でいろいろ自分のことはやっていて、病院もちゃんと行ったりとか、あとデイサービス行ったりとか、割と最後までもう本当に自分のことは自分でしてて、それ今はもっと偉いなって思うんだけど、でしかも最後の最後までマクドナルド食べてて。あのマックのフィレオフィッシュがめっちゃ好きなんですよ。で最後の最後までそれを食べたりとかしてて、であのお葬式の時はそのさっき言ったけど1週間前に1回お葬式してるから、もう一人のおばあちゃんのね、だからなんかね、またかみたいな気持ちになっちゃって、また悲しいんだけどちょっと変な慣れみたいな、そんな立て続けにあることあんまりないから、あーみたいな、ちょっと疲れてて、でその日そのお葬式の日めちゃくちゃ暑かったのね、夏で8月すごくいい天気で、でおばあちゃんを家から式場に運ぶ時に、あー天気良くてよかったねって言う話をしてたのに、車に乗せた瞬間に本当にアニメみたいだったんだけど、もう雨雲がバーってこっちに来て、ゴロ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 って言いながら、でもう一瞬で雨ザーって降って、本当にもう見せてあげたいんだけど、あれ、ええみたいな、周りの大人たちも、え、何事みたいな感じで、でもみんなが、あ、これ怒ってるんだって言い出して、キヌバ怒ってるんだこれみたいな、本当にあの日本昔話の雨の降り方みたいなさ。でうちのお母さんも、さすが嵐を呼ぶ女だわとか言って、もうこれは本当に最後の最後まで何が起こるか分かんないわみたいな、最後の最後までって思いながら、でそれでその土砂降りの中みんなで式場に行って、でその親戚とか、まあ、友達とかもあんまり多くなくて、あの受付をする人がいなかったのね、だから孫なのに私が受付することになって、私と妹が、でも余計悲しむ時間なくて、もう受付やったことないのにやらされて、しょうがないけど、しょうがないから、あのなんかスマホでさ受付の仕方とか調べてやったんだけど、もうでお通夜始まったらもうポツポツ人が来るぐらいだから、めちゃくちゃ暇だったの、暇だなーっつって、で妹といろんな話してたんだけど、でそしたらあのウィーンって入ってきて、一人ね、工事現場で働いてるような大工さんみたいな格好の若いお兄さんが入ってきて、なんか日課ポッカ的なもの履いてる感じね。で、あ、なんか修理しに来た人なのかなって思ってたの。そしたら、あのってこっちに話しかけてきて、聞かれても分かんないんだけどなと思いながら、あ、はいみたいな、あの亡くなったって聞いたんですけど、線香一歩だけいいっすかって言われて、えっと思って、おばあちゃんと知り合いなのって言う、あ、大丈夫ですどうぞっつって、でみんなさ喪服なのよ、
やっぱりお葬式だから、あの黒い服着てくるから、まさかそのうちに用があると思ってなくて、でそのままそのお兄さん、あの颯爽とお線香一本あげて帰って行ったんだけどさ、こんなこと言ってあれかもしれないですけど、かっこよかったんですよ、そのお兄さんが今思うとあの磯村隼人さんみたいな顔してて、そのシュッとしてる感じで、その時帰ってった後に妹と「何あの人、かっこよくなかった?」みたいな言ってお葬式になのに、でもうそんな受付だけちょっと盛り上がるみたいな感じで、で全部終わってそのお通夜なんで夜中ね、あのお線香をずっとあの上げ続けていたんだけど、夜中母親とその晩してた時に、まあもうお母さんも疲れてるよね、うん、いろいろあったし、で受付してくれてありがとねって言ってくれて、弱々しく、あーなんか疲れてるんだなって思って、あ全然いいよみたいな、なんかちゃんとできたか分かんないけどさって言って、でお母さんがあのさ最後の方に喪服じゃない人来たじゃんって、あー来たね、あの人さかっこよくなかったって言ってまさかのうん、そうだよねってなってでやっぱ気になってたらしくて、えなんかさ誰かなと思ってみたいな言ってて、で妹に聞いたらさって、そのお母さんの妹に聞いたら、なんかあの人デイサービスで働いてた人らしくって、でうちのねおばあちゃんと気が合ったみたいで仲良くしてたみたいなんだけど、そのお兄さんがさなんかおばあちゃんにね相談したんだってって、あの俺は本当はやりたいことがあるんだけど、でもあの親の期待もあってちょっとなかなかできなくて今この仕事してるんですよみたいな話をされたらしくって、でそれを聞いたあのキヌバーが、そんなんもう自分がやりたいことやりなさいよ、自分の人生なんだからってカツを入れたら、その人はそのお兄さんはなんかホッてしたらしくて、ですよねみたいになって、デイサービス辞めて今の仕事してるらしいよって、だからその恩人じゃないけどそのおばあちゃんが亡くなったの聞いてきちゃ来てくれたみたいよみたいな、もう号泣その話聞いてもうみたいな、おばあちゃんなんでそんないいこと言うんって、しかも人の人生変えてるしと思って、でもあのお兄さんあの現場仕事がやりたいことってことなのかしらねみたいな、でもまあいいよねそんなのなんだってねみたいな話をしててそう、うんそうだね、でもとにかくおばあちゃんすごいよって言ってたんだけどさ、まあ、そのドラマみたいじゃない、そんなもう本当に受付やってたからっていうのもあるけど、めっちゃドラマのワンシーンじゃんって思ってたので、それをもうずっとこの10年くらい話す機会がなくて、友達とかにもあんまり話したことないんだけど、もうやっと言えて嬉しいんですけど、でこの話をするにあたってね、まあ、さっきさ顔の説明したじゃん、ビジュアルのお兄さんの、うん、なんか今で言うと磯村さんに似てたんだよなと思ってググったわけ、磯村さんをね、で調べてたら、あの磯村さんがデビューしたのが10年前だったの、うん、だからあのお兄さんがやりたかったことって現場のそういう大工さんじゃなくて、もしかしてそのそういう仕事で稼ぎながら夢を追いかけててたんじゃないのかなって、だからあのお兄さんもしかして磯村さんだったんじゃないかなっていうことに今日終着点がありました。そういうだからラジオで話そうって思えてよかったな、しかも絶対違うんだけどね、絶対違うんだけど、あなんか確かに別の夢のための仕事だったっていうあれもあるのかっていうことを今日気づけたっていう
お話でした。これは川島さんにも言ってなかったから川島さんにも聞いてほしかったんだけど、聞いてた本当そう、あのうちのおばあちゃんはめちゃくちゃパワフルだったんですよ。私にはね全然それみじんも受け継いでないって思ってたんだけど、でも、まあ、うちのお母さんが言うにはそのしょっちゅうね、あの遊びに来るぐらい、あの行動力があるおばあちゃんだったから、そこは受け継いだんじゃないのみたいな、行動力あるじゃんあなたって言ってくれて、あそうなんだと思って、そう思われてたんだっていうこととかも話せて、うん、だからちょっとだけそのパワフルさが入ってるから血の中にね、だから私も嵐を呼ぶ女になっていくかもしれないので、ぜひ皆さん最後まで私の人生を見届けてもらえたら嬉しいです。はい、こんな回もあっていいよね、フリートークで。よろしいでしょうか、川島さん、終わります。 OK ではここで曲をお送りしましょう。本日のラストナンバーです。はい、こちらの曲もめちゃくちゃかっこよくて、しかも大好きなんですけど、毎回最新曲、最新 TM が出ることに毎回これが一番好きだっていう私は浮気者なんですけれども、今一番これが好きです。それではお聴きください。寝れない部屋フューチャリングあゆで狂っても来い。
りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆで狂っても恋でした。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、エンディングのお時間です。どうもパグです。あ、ありがとうパグちゃん。第86回どうだったでしょうか。コプティウスさん、今日は笑わないって言ってたのに結構笑ってましたね。あ、そうなんだよね、蓋を開けたらやっぱ笑っちゃうよね。癖だね、癖直していきたい。私は今のくだり笑ってませんけどねって言ってます、川島さんが。聞こえてました。ここは別に笑わなくていいんだよ、うん、素だから、普段からこうだから。それもやばい。まあいいか。はい、今日はしっとり会でお送りできたかしら。寝れない部屋のラジオでございました。ではここから寝れない部屋からのお知らせです。次回公演この声は届きますか、今年12月12日木曜日から15日日曜日にかけて下北沢オフオフシアターにて上演します。劇団ホームページでは過去作品の上演台本を販売中です。全公演分あります。各公演のグッズもあります。東京下北沢の感激三昧さんでもグッズを置いてもらってます。ホームページ内では劇団員が書いたブログもチェックすることができます。今日は中村玉木ちゃんのブログが上がりましたす上がりますん上がりま上がりました。明日は総務くんのブログが上がりますのでぜひチェックしてください。今週のお題は秋服です。みんなの秋服が見れます。要チェックです。劇団公式 TikTok、Instagram、LINE アカウントもありますので、ぜひホームページや X からチェックしてください。TikTok は2本上がる。上がったかな。今日中に2本上がるって、上がってるって今はもう、すごいね。で、ございますので。うん。あー、そう。今日上がったのは生配信で、まさかの生配信中に収録したやつが上がったのでぜひ見てください。その生配信の画面も見てほしいな。うん、面白いと思います。見比べるのチェックしてください。劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中です。そしてチャンネル登録高評価をお願いします。そして番組からもお知らせです。次回10月7日の配信には7の女ネズミことミシャムーソが登場します。はい、7の女ネズミ参りますよ。87回目なので自ら連絡してきまして。最高じゃん、ありがとう女ネズミ。そう、企画考えましょうかっても言ってくれてね、えすごい素晴らしいよ、さすが川島ジュニア。なのでぜひぜひお楽しみにお待ちください。今週の川島は日々勉強、配信とか大変だったね、もうなんか飽きるぐらい言って。もうさ、その配信中にも言ったけどさ、めっちゃ簡単だと思ってたのよ、はい、あのね、するの生配信。汚い画像、うん、あ、汚い画像垂れ流すんだったらたやすいぜって言ってる。そうじゃないんだぜって、俺たちの求めるものは。だからそのために川島さん勉強してくれて、今回これがこういう設定で、あ、ここはこうしなきゃいけないのねみたいなね、細かいのがあるんですよ。うん、4回もテスト配信したって、ずっとしてたもんね。うん、でその成果あってちゃんとできましたので、アーカイブご覧ください。
よろしくお願いします。あの私も浴衣着て気合入って空回りしてるんでそこも、はい、ぜひ見てください。では最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人、問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋 @gmail.com nerenaihea@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いたゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。なお寝れない部屋のホームページではコンテンツ詳細ページがありますので、そこから募集しているメール内容を確認してください。普通オタなどなどもお待ちしております。またもし感想を X でつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオつけてポストしてください。はあ、パグちゃんも今日出てくれましたけどいかがでしたか。楽しかったし、また来ます。そうですか、ありがとうございます。私も心強いです、喋る相手がいると飲みろうぜ。でもさ、ちょっと気が楽になるよ、これちょっと癖になりそうで やばいな。それがノイローゼこれがノイローゼだって言われた確かやっぱだから相手が欲しいわけよね。その総務くんのフレドリでもさ、もうエミンと喋れて楽しかったし、次はミシャムース来てくれるし、ありがとうみんな。ということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピティウスでした。今週も頑張りましょう。バイバーイ。